皆さんこんにちは、アゴラ編集部の石田雅彦です。今日は10月6日台風18号が日本に通過した日です。午後からきれいに晴れまして、東京は非常に気持ちのいい秋晴れになっています。今日はですね、東京上野にある国立西洋美術館、こちらの方に来ています。モドラーという作家はですね、スイスの世紀末に活躍した画家なんですが、最近スイスの画家といえばアバロッテなんかが発掘され、非常に注目を集めている国でもあります。モドラー展はですね、世紀末芸術というとですね、割と暗くて陰鬱な感じ、大敗的な感じがすると思うんですが、モドラーはやはりちょっとこうスイスという土地からでしょうか、牧歌的、ちょっとこう浮世離れしたところがある画家でですね、見ていても非常にこうほんわかのど穏やかな気持ちになる。先ほどですね、同じメディア内覧会で私の知人であるですね、プロのカメラマン、彼は鉄道カメラマンで桜井さんって言うんですが、ずっとスイスの鉄道を撮影してる人なんです。ホドラーが活躍した頃というのはちょうどスイスに鉄道が開通した頃であり、モドラーの風景画というのはその鉄道を利用してですね、スイス各地を旅し、そこで描いたという、そういう逸話なんかもそのカメラマンから聞きました。スイスは永世中立を掲げてですね、そういった混沌としたヨーロッパの状況からはちょっとこう隔絶された環境の中にあったと。で、今のそのスイス人たちがですね、なぜこのホドラーをそれほど愛しているのかといえば、ホドラーが持っているそういったこうどこか浮世離れして、牧歌的な雰囲気、非常にその穏やかで見ているとこう落ち着くような感じが、国民性に合っているんじゃないかなどとも言われています。今のそのちょうど100年ほど経った今の時代にですね、このホドラーという画家をこの日本でもう一度見つめ直してみるというのもいいんじゃないでしょうか。上野の国立西洋美術館で明日10月7日から開かれているホドラー展、ぜひ皆さんも足を運んでみたらいかがでしょうか。